篠の原実家は、日本の女優である。お笑い浅草21世紀に所属。2012年11月、菊香る、鳥で、晴れ晴れとでお笑い浅草21世紀の初舞台を、踏む。お笑い浅草21世紀は1998年1月旗揚げ以来、浅草木馬亭にて、毎月8日間の定期公演を続けてきている。日本舞踊紫派藤間流で舞踊名は、 藤間篠月である。以前は劇団月食歌劇団9代目トップだった。2003年の愛と誠受付からスタートし、2004年、水晶のままリンブルーで月食歌劇団の初舞台を踏む。月食歌劇団のトップは主演で2回の本公演でファン投票連続1位という条件があり、1985年の劇団創設以来、この条件を クリアしたものは救命という難関である。篠原実家は、花と蛇審判を最後に、お笑い浅草21世紀に遺跡した。2009年4月、芸名を篠原実家から篠原実家に改めた。2011年6月、アンドロイドアプリ着物ことわざ格言アプリ、なでしこ賞に出演。古来より伝わる着物の所作で、現代では失われつつある。 日本女性の、たしなみ、恥じらい、女性らしさを伝える。ありがとうございます。